ニュースポストセブンです。新型コロナウイルス感染症の陽性者が複数名出たことを理由に歌舞伎座の公演が急遽中止になりました。歌舞伎座関係者によると、脇役や裏方のスタッフが次々に体調を崩し、7月半ばの時点で感染者は10人弱いました。出演する市川海老蔵さんや市川猿之助さんも心配そうにしていましたとのこと。7月16日には楽屋に出入りしていた公演関係者が体調不良により重篤な症状に見舞われ、救急車の出動を要請したそうです。それでも公演が続いていた歌舞伎座、結局クラスターともいえる状況になり、7月19日の公演はすべて中止となりました。ニュースポストセブン。